30秒前です。5秒前、4、3、2、1。CM 行きまーす。20秒です。はい。うん。5秒前、4、3、2。 FM 宜野湾をお聞きの皆さん、こんにちは。木曜日2時を回りました。火曜ダイヤル797人に歌あり歴史ありの時間です。担当の砂川です。1時間お付き合いくださいますようによろしくお願いをいたします。今日はもう11月の3日文化の日、祭日になっているわけ、祝日になっているわけなんですが、皆さんいかがお過ごしでしょうかね。11月に入りますとぐんと冷えましたね。まあ、今日は暖かい方なんですが、昨日はちょっと寒かったですね。で、最高気温が26度でしたかね、昨日ですね。ただ風があるんで、その体感温度というのはそれよりも3度も4度も低かったんじゃないかと思いますが、お元気で FM 宜野湾にダイヤルを合わせてくださったものと思います。ありがとうございます。先週告知をした通りですね、今日は茜椿さん、それからキングフォンレコードの山本康明さんのお二人をゲストにお迎えして番組を進めてまいりたいと思いますが、その前に宜野湾関係のですね、新聞から紹介をしていきたいと思います。まずですね、歌って健康に1周年演奏会というコール宜野湾と書いてある見出しで、1周年を迎えた宜野湾市の歌声サークル、コール宜野湾と書いて、これはコール宜野湾ですね、はこのほど宜野湾市中央公民館でバースデーコンサートを開催しました。1年間の練習の成果を発揮し、観客たちを楽しませました。指導する大川優子さん、これ雅子さん優子さんどっちでしょうかね、ピアノ伴奏を務めた穂釜早苗さん、
司会のあがれ、あがりえやそうさん、宮城団長に花束が贈られました。コールギノワンは歌って楽しんで健康でを合言葉に、毎週木曜日、今日ですね、毎週木曜日、市老人福祉センターで活動しているということです。素晴らしいですね。まあ、カラーの写真が入っていて、お元気にこう歌っている姿が写っております。今後の活動が楽しみですね。次にですね、今度は多文化共生実践、移民の歴史学ぶというタイトルで、沖縄 NGO センターは10月22日宜野湾市の沖縄国際大学で多文化共生文化講座、世界のウチナーンチュを知ろうを開きました。参加者は沖縄から海外へ行った移民の歴史などをクイズや写真を使ったグループワークで学びました。県の多文化共生モデル事業の一環として行われました。参加者からは移民のことを理解できてよかったとか、ウチナーンチュが世界で活躍していることを知って嬉しかった、これから世界の人と仲良くしたいなどの声が上がりました。担当した沖縄 NGO センターの大中瑠美子さんは、海外に行ったウチナーンチュは多文化共生を実践していた、県内に住む外国人にも関心を持って共生について考えてほしいと語りました。まあ、ウチナーンチュ大会はね、もうご存知の通り30日で終わったわけなんですが、各自治体で外国から来たそのウチナーンチュを迎えてですね、盛大に懇親会、歓迎会のが催されたようですね。先週ほら、先週ラジオを聞いてくれた方はご存知だと思いますが、お二人フロリダの方からね、帰ってきた宜野湾市野田家のお二人の方をゲストに出てもらって、放送したわけですね。お一人はもうお帰りになったと聞きましたが、トーマさんはまだ当分がいるということでした。ありがとうございました。でもう一本ですね、今度は、声欄から紹介したいと思いますが、被災地と基地問題というタイトルで、新庄勇さん55歳の会社員の方の投稿です。これ新庄さんでいいんでしょうか、荒城さんでしょうか、どうでしょうか。困難とも言われる東日本、国難とも言われる東日本大震災から5年が経過した先日、全国産業安全衛生大会で被災地の宮城県へ研修に行く機会があった。数十メートルもの津波を受け町ごとなくなった東松島市や南三陸町、瓦礫が撤去され堤防の整備や高台に町を移すための工事が急ピッチで進められている状況であった。外から見る復興は地元の人の気持ちとは裏腹に活気に満ちたものに移った。と同時に頭をよぎったのが沖縄の基地問題。基地負担から受ける恩恵、観光地としての盛況ぶりに他府県からは羨ましがられることさえある。それは否定できないが、住む場所や家族、親類を失った被災地のボランティアガイドの言葉が心に残る。またこの地に来て話を聞いてください。研修を終え仙台から那覇空港へ降り立った。辺野古へ行こうの横断幕が目に留まる。震災や戦争を体験された方々には言葉も出ないが、まずはその地に足を運び聞くことが支援の始まりかもしれない。被災地と基地問題、新庄勇さん会社員の方、宜野湾市の、もちろん宜野湾市の方、55歳の方の投稿をご紹介しました。さあ山本さん、あかねさん、はい、お待たせをいたしました。はい、どうも宜野湾関係のことをこう紙面をからですね、はい、紹介しているもんですが大変恐れ入りました。さあ、今日は文化の日ということで、文化の日はそんなことよりまず自己紹介お願いしましょうね。はい、ごめん、いささかも緊張してます。あかねさんがあんまり可愛いもんですからドキドキしてますよ。とんでもございません。はい、じゃああかねさんから自己紹介お願いしましょう。はい、FM 宜野湾をお聞きの皆様こんにちは。演歌歌手あかねつまきと申します。よろしくお願いいたします。
皆様こんにちは、キングレコードの山本康明です。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。お二人からお話聞きながら、ヒット曲を聞きながら1時間過ごしていきたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。文化の日というのは大抵晴れてるんですよ。そういう記憶なんです。あ、そうです、ね、山本さんどうですか。記憶はあまりないんですけど、雨が降る記憶がないですね。まだお若いから。はい、いえいえ、とんでもございません。私はね、本当この文化の日だけはね、不思議と晴れる。ああ、そうですね。穏やかな秋日和というんでしょうか。ああ、そうですね。今日もいい天気ですね。はい、いい天気なんですね。そしてまあ、文化功労賞とかですね、秋の叙勲が発表されているわけですが、はい、沖縄からも一人芝居でおなじみの北島すみ子さんを含めてですね、37人の方々が表彰されるんですね。素晴らしいことですね。それからファイティング原田さん、はい、それから西川清さんも叙勲されるんですね。そうなんですか。いや、ファイティング原田さんは私が福岡にいるときにね、はい、ポンキンキングピッチと言いましたね、タイの選手でしたかね、私が福岡や東京ですね、学生の頃です、はい、どうせ負けるだろうと思って実況テレビ見なかったんですよ、はい、そしたらもう妙に騒がしくなりましてね、はあ、ということで喫茶店に飛び込んでみたんですね、そしたら見事にもうノックアウト勝ったんですよ、はあ、いやー、もう興奮しました、興奮しました。なるほど。もうね、40何年前の話、はあ、ですけどね。そうですね、はい、本当に皆さんおめでとうございました。さあ、それではその山本康明さんと茜椿さんにお話を伺いながら番組を進めていきたいと思います。茜、はいはい、さんがそもそも歌手を目指したきっかけとか動機とかいうのはどういったことだったんですか。はい、私の父が演歌、歌がとても好きでして、はい、で私も子供の頃から父と一緒に家で歌をずっと聞いてたんですけど、はあはあ、小学校4年生になった春に、4年生、はいはい、父が今日いらっしゃる山本先生にお電話をして、はいはい、私に歌を教えてくださいと言ったのがきっかけです。そうですか。はい、山本先生は長崎で、茜さんも長崎ですよね。はい、長崎諫早出身です。諫早のね、はい、高校野球も有名ですよね。そうですね、はい、有名ですね。先生のご自宅は近いんですか。あ、はい、ご出身は雲仙市でいらっしゃいますが、はいはい、今は諫早市の方に事務所を持っていらっしゃいます。そうですか、はい、小学校4年生の頃ね。そうです。そうですか。さあ、山本さん、はい、先生と言ったりさんと言ったりしても申し訳ないんですが、茜さんが来ました、はい、見てどんな感じ。あ、そうですね、しっかりした子だとは思いましたね、はい、非常にもう体も小さい子でしたけども、とてもその4年生に見える感じではなかったんですけどもですね、はい、ハキハキしてましたね、はあはあ、ハキハキしてて、目玉だけがくるくる、はいはい、体小さいのに 目玉が大きかったと目玉の中に顔があるっていう、ある、そんな感じですね、はい、でじゃあ一曲歌ってみなさいと言いましたら、はい、美空ひばりさんの歌を歌いましたね。ほうほうほう、大きな声で歌いましたので、ほうほう、この子は素材的にはあるなと、なるほど、いうふうに思いましたね。まあ、最初の印象はそうですね。なるほどね、はい、まあ、クリクリしたその人の目を持ってね、とってもチャーミングな今日はその真っ赤なガーディガンをね羽織っての出演なんですが、はい、テレビだとなおいいんですけどね、はい、まあ、インターネットでね世界各国に発信しておりますから。そうですね、はい、いらっしゃるみたいで、はい、ありがとうございます。さあ、その4年生の茜椿さんが1曲歌って、はい、山本さんは、あ、この子は持ってるな、なんか持ってるなということで、まあ、そうですね、はい、はい、それからまあレッスンが始まったわけですか。はいはい、そうですね、まあ、週に1回の1時間ずつの、個人レッスンをいたしまして、週に1回ですか、はい、ほうほう、月にまあ4回と、はい、で基礎の基礎から、まあ、本当にもう、1対1の本当のレッスンですよね、
発声練習からももちろんそうですね、はい、もう発声練習の前にもう息の練習からですね、呼吸法から、はいはい、だから声っていうのはやっぱり呼吸の量に、比例しますから、はい、呼吸息の量が足りなかったら当然声の量は足りませんので、はいはい、ですから歌っていうのは声の芸術ですからね。なるほど。だからあの声、自分の持ってる声をもっと活かせるように、だからいい声にする悪い声にするそんなことじゃなくて、はい、あの本人の持ってる声を活かさなきゃいけませんのでですね、はい、そのためにやっぱりその声の、まあ、鍛えると、なるほど、いわゆる基礎からやっていくということは大事ですね。はい、はい、そうですか。そして、まあ4年生から、まあ通ってね、はい、何年後ぐらいにデビューしたんですか？中学3年生の秋にデビューさせていただきました。はい、そのデビューの時の、はい、気持ちというんでしょう、どんな気持ちでした？そうですね、なんかもう嬉しいっていうのもあるんですけど、もうなんかその前に信じられない、はい、なんかもう夢のような感覚の方が大きかったです。なるほどね、はい、まあ、デビューしたことのない僕なんか知る由もありませんがそんなもんでしょうね、やっぱりね、はい、嬉しいと同時に ね、 そうですね、私大丈夫かしらってね、はい、不安もありました。はい、その初めての、まあ、デビュー曲をもらった時、はい、そういうふうな感じでね、中学3年、はい、でも山本さん早い方じゃないですか？はい、いや早いです ね、 ね、ですからね、あの高校生では面白くないなと思ったんですね。はだから中学生で演歌歌手としてデビューさせたいと思いましたね。はい、森政子さんとか、森政子さんがそうですね、ね、はい、そうですよね、いや素晴らしいことですね。ですから最初そのデビュー曲が知らない子守歌という歌なんですけども、はあ、曲付けをですね、はい、わざと、15歳の少女にふさわしくないような、はい、ギャップのある、はい、浪曲調の感じのする曲をつけたんです。わざとですね。そうですか。はい、ですから少女は少女らしくよりも、はい、少女がもっと年配らしく、はい、その歌はですね、おそういったことでちょっと浪曲的な要素を入れた、まあ、演歌、浪曲演歌みたいな感じの曲に作っております。そうですか、そうですか、はい、まあいつかねそのデビュー曲そうです、ね、チャンスがあればと思いますが、はい、そして今順調にヒットを続けているカオルザボンの異国町、はい、この歌はこれ長崎のザボンを歌った歌ですね、山本さん。そうですね、はい、長崎はザボンの発祥地ですからですね、長崎にそのザボンの入った歌が、まあ、少ないというかないというのはですね、はいはい、これもやっぱりとぼけてるとしか言いようがないんですよね作家としてはですね。そうですか。ですから私はもう本当にぜひそのザボンを入れた、はい、やっぱりザボンの香りって柑橘ですから、はいはい、まあ実際に香り嗅いでも、はい、とてもいい香りしておりますよね。そうですね、はいはい、だからその町の全体がなんとなくいいイメージになるじゃないですか。そうですね、長崎の、なるほど、異国情緒の町とですね、はいはい、ですからぜひその果物フルーツの香りも入れた長崎でありたいということで作りましたけど、はい、これは菓子の行間にね、はい、オランダ坂、はい、ランタン、はい、異国の人、はい、ハイカラさん、ハイカラさん、こういったね、フレーズが、こう出てきますよね、はいはい、まさに長崎ならではというような感じの歌なんですね。さあ神田さん、はい、それじゃあその今絶好調のね、はい、カオルザボンの異国町、皆さんにぜひ聞いてもらいましょう。お願いしましょう、どうぞ。はい、
神田さん、はい、あの曲のね歌詞カードみんな貸して。おおおお、全部持ってきます。違う、別のシーンで持った。あ、全部。神田さん、30分だったら CM 行こうね。はい。前半でもう一曲いっとこうか。あ、いけると思いますよ、いったも、ね、うん。あれなってもね、ちょっとどっかやっといて。のど自慢で彼が一つもらってあと10秒で曲終わります。はい、2曲目前半ダメ、遠くで。あかねさん、はい、どうですか、素晴らしいじゃありませんか。そうですね、いい曲を作っていただきました、ね、本当ですよ。山本さん、はい、いつ聞いてもウキウキするような。いやいや本当にありがとうございます。これ伴奏にどういった楽器を使ってるんですか。あのですね、当然普通に使うその洋楽器と、それからあの、まあ、中国の胡弓、あの2個ですね、はい、2個、はい、そして、まあ、長崎はやっぱ鐘ですね、はいはい、そういったものを入れまして、それからドラですね、はいはいはい、最後はですね、はい、そういったものを入れてその、まあ、ちょっとだけ雰囲気の違う、はい、異国情緒のあるこの鐘の響きが何とも心地いいんですよね。ああ、これもう長崎はですね、はい、長崎の鐘という歌もあるようにですね、やっぱり長崎を象徴する、まあ、打楽器の必要、はい、一つなんですよね。あ、素晴らしいですね、はい。まあ、長崎を歌った曲はもう900曲とも1000曲とも言われていますからね。ものすごく多いんですよね、はいはい。まあ、やっぱりこの出島ということがあってね、はい、非常にこの異国ムードが、情緒が ね、いっぱい満ち溢れて、その中にこの山本さんが、あ、まあ、感じたものを詩にして出来上がったのがこのカオルザボンの異国町なんですね、はい、いや素晴らしい歌声です。あの女性の声をこう褒めるのに鈴を転がすような声という表現がありますね。あ、はいはいはい、茜さんの声がまさに そういった声じゃないかと思うんですよ。で、まあ、目の前にいるからお世辞言うわけじゃないんですけどねあの、そんな感じがしますね。素晴らしいです。他局でまあ番組をやらせてもらっている関係で、はい、私のその作曲の番組でも使うんですが、はい、反応がいいんですよ。ああ、そうですか、嬉しいですね。本当の話ね、反応がいいんです、はい、だから今の歌なんていう歌ですかって、はい、電話が来たり、はい、CD どこで買えるんですかと、あの問い合わせが来たりですね、はい、非常にありがたいと思うんですね。ありがたいですね、本当にありがとうございます。どうぞ頑張ってくださいね。ありがとうございます。沖縄から一生懸命応援しますからね。ありがとうございます。はい、神田さん、はい、あと5分があるんだけどどうしよう、ま
あのね、2曲目行くにはちょっとエピソードがたくさんあるんでね、ちょっと足りないと思うんだ。じゃあ CM 行きましょう。はい、ここで一旦 CM です。どうぞ。これ明日どんな日が一番、1曲目だよね。これ2番、2曲目ね。人生迷うよ。2曲目。はい、トラックナンバーですか。はい、そうですね。明日どんな日が1曲目、マイグレが2曲目です。順番に入ります。20秒です。はい、5秒前4 3 2。歌謡ダイヤル797、人に歌あり歴史あり、 FM 宜野湾のスタジオから砂川が生放送でお届けをしております。そして今日のゲストは好調な売れ行きを見せているカオルザボンの異国町を歌っている茜椿さん、そして社長の山本康明さん、お二人をお招きしての放送です。どうぞ後半もお付き合いくださいますようによろしくお願いします。山本さん、はい、志賀大輔先生と、ああそうですね、もうこれはもうお会いになって、そうですね、作家界のもう超大物の作詞家なんですけども、まあこの茜椿にですね、まあ歌詞をはい、プレゼントしてくださいまして、2曲ほどですね。そうですね、そして、まあ、私が曲をつけさせていただいて、はい、できた歌がその明日はどんな日と、はい、人生マイウェイなんですね。はい、志賀先生とお会いできたのどういうきっかけ。あ、そうですね、あの私もですね、はい、その志賀先生と同じ、はい、まあ演歌界のですね、作詞作曲編曲家として、はい、まあ、登録していただいてるんですよ、はいはい、ですからあのそういう懇親会ですね、はい、が定期的にあるんですよ、はいはいはい、あの食べて飲んでそして泊まってと、はいはいはい、ですね、そういった席で、まあ、同じ、まあ、仲間といったら失礼な話ですけどもですね、一つのその著作家連合という仲間同士、はいはい、の、はい、での知り合いなんですよね、はいはいはい、ですからその時に、まあ、茜椿は作家じゃないんで、歌手なんで、関係ないといえば関係ないんですけど、はい、東京で の, その FM 番組がありましたので、はあはあ、まあ、一緒に連れて行きまして、はい、そしてこれが茜椿ですという紹介をしたのが初めて会ったのが昨年の7月なんですよね。昨年の7月、はいはい、熱海のホテルでですね、その親睦会がありましたので、でその時にもうその時はもう歌できてたんですけども、はいはい、まあ、面識ができたのはその時からなんですね、はあ、それで今年の7月もまた志賀先生とお会いすることができました。茜もですね、はいはいはい、まあ、そういったつながりなんですね。茜さんの歌をそうですね聞いてもらって、はい、私直接じゃないんですけど、ええ、あるレコード会社の社長さんが、はい、茜椿のその歌をですね、志賀先生に、はい、聞いていただいた模様なんですね。あ、はい、そうですか、それでその歌声聞いてまだ顔も知らないんですけども、じゃあ自分の歌詞を、はい、うん、歌わせてみようかみたいな感じになったんだと思います。はいはい、なるほどね、はい、いやー、まあ、志賀大輔という名前は私も知ってはいるんですけどね、いわゆるその幕末の、はい、幕末愛士の興津さんね、興津、はいはい、物語、天津羽衣さんが最初に歌ってるんですが、はい、この興津さんに関する歌いっぱいあるんですけど、ね、あ、そうですね、島津亜矢さんが歌ってる興津という歌があるんですよ、はい、でこれがその志賀大輔先生の作詞で、作曲が村沢良介先生の。ああ、そうなんですね、はい、これが一番いいと僕は聞いてるんですね。 そうですか、はい、それで、ってびっくりしたんです。この、そうですね、明日はどんな日、はい、人生マイウェイ見たらその志賀大輔って書いてあるもんです、はい、いやもう作家界の超大物ですからね。そうですよね、はい、
作詞家、作曲家、連盟かなんかの、はい、会長さんの会長さんですね。作曲家、あの作詞作曲の編曲家 の、 その著作家連合という、はい、まあ、名称ついておりますけど、はい、その会長さんを今年の3月まで数年間されましてですね、はいはい、4月からまあ会長さん交代されましたけどもですね、はいはい、いや茜さん、はい、これはすごい出来事だと僕思いますよ。そうですね、光栄ですよね。いや本当に、本当にですね、本当です、はい、特にこの歌謡界、今のこの今の現在の歌謡界になってね、はい、こういった先生が会えるということは、はい、あ、そうですよね、これもそれだけでも本当に幸せです、吉兆です、吉兆、はい、そうですね。さあ、話が長くなりましたが、それじゃあその明日はどんな日、人生舞うえ、志賀大輔先生の作詞で山本さんの作曲で、ごめんなさいね、先生と、いえいえ、とんでもございません申し訳ありませんが、じゃあ神田さん、はい、明日はどんな日からいきましょうか。そして人生舞うえ2曲続けてお願いします。どうぞ。砂川さん、
イクルって2曲目曲名だけ言うから。はい、わかりました。明日はどんな日、作詞志賀大輔、作曲山本康明、歌茜椿でお聴きいただきました。続きまして人生マイウェイです。いい曲ですよ、どうぞお聴きください。20秒で終わります。志賀大輔、そして山本康明、お二人のコンビによって生まれた歌、明日はどんな日、そして人生マイウェイ、2曲続けてお聴きいただきました。山本さん、いい歌ですね、これ。ありがとうございます。いやー、素晴らしいじゃありませんか。いや、私もですね、その志賀先生の詩に曲をつけられて、はい、とてもあの光栄なんですね。光栄ですよね、本当、はい、ありがたかったですね、はいはい。このカオルザボンの異国町は作詞作曲とも山本さんの作品なんですが、はいはい、こうしてね、志賀先生とこのコンビで ね、はい、歌ができるということは、これはもう非常に素晴らしいことだと思いますね。はい、もう私としてはとても光栄です、はいはい。それでこの
まあ、我々素人ですからも全く分かりませんが、はい、作詞をする感情というんでしょうか、あ、そうですね、曲を作る感情というんでしょうか、はい、これどういうふうに湧いてくるものなんですか。まあ、それぞれ違うと思いますけども、はい、まあ、私の場合にはですね、まあ、一口で言えば、はい、旅をして、旅をする、はいはい、でその場所に行けば、もうそこに歌詞があると、はあはあ、はい、でそれをまあ、まとめるのがまあ私の役目だと。なるほど。ですからそのもう歌詞はその場所にあるんですね。あるんだと、はい、まあ、簡単に言えば、はいはい、だから材料のあるところに、まあ、偶然に行く、あるいは材料のあるところを旅をする、はい、あのどちらでもいいと思うんですけどもですね、ですからあのやっぱり演歌っていうのは旅の中に歌があるし、はい、なるほど、で旅することによってその歌心もやっぱり、はい、生まれてくると思いますですね、はい、でその旅してる中に、自分と重なる部分がまたあったりするわけですよね、ですから旅ってなんていう、こう心の浄化剤でしょうかね、はいはい、そして豊かにしてくれますね、はい、上高地行かれたとかおっしゃってましたね、はい、あ、そうですね、はい、ほんの沖縄に来る前は、ええ、奥飛騨行きまして、高山の、はい、古い町山歩きまして、はい、それから2日目が上高地行きましたね、はいはい、で梓川がとても綺麗でしたし、はあはあ、でその辺がもう北アルプスの高い山がもう目の前にいくつもですね、はい、見えるような場所なんですけど、はい、そしてまあ2日目の夜は白骨温泉といういい温泉に泊まりましたね、はあ、夜はマイナス6度ぐらいですか、はい、昼間はまあ0度ぐらいでしたけども、そうですか、はい、そして4日目最終日はですね、はい、木曽路ですよ。この木曽路がまたですね、はいはい、いいんですね。なるほど。もう本当にあの辺は歌を作るためにですね、木曽路を歌った歌いっぱいありますからね。いっぱいありますね。情緒ありますよ。原田由里さん、木曽路の女。木曽路の女、はいはい、それとか安曇野とかです ね、そういった歌もありますですね、はい、なんか沖縄で訪ねられたところが、沖縄は来て10月の30日31日に沖縄に、ええ、お邪魔したんですが、はい、まず初日午後に着いてですね、ええ、すぐにセーファー歌姫に行ったんですよで、はい、沖縄はもう 13,4 回ぐらい来ておりますので、そうですか、はい、でもセーファー歌姫だけはですね、はい、行ったことなかったんですよ。あらあら、はい、行ったことなかったんで行こうかと思いまして訪ねましたらね、はい、3日間、31日と11月1、2までですが、はい、神様がお休みなんだそうですね。あらあら。あまりお客さんが多いんで、観光客疲れられたんじゃないかなと思いましたね。はい、神様って人間ですから、なんか人間ですか。そうですね。ですからなんかパワーでももらって、はい、なんかいい材料でも得られたらと思いましていたんですけどですね。今度沖縄の歌ぜひ作ってください。そうですね。これは本気ですね。私ね、そう思っております。ぜひお願いします、はい。いいとこですからね。あかねさんね、はい、沖縄本当気に入ってんでしょ。いやもう大好きですね。はい、また来たいです。先生に作ってもらってね、はい、それをまた熱唱してください。そうですね。我々一生懸命応援しますね、ありがとうございま す本当に。さあ、神田さん、はい、なんか、リスナーからなんかあったって、はい、そうなんですよ、はい、いつもお手伝いさせていただいている FM ギノワンの神田なんですけれども、はい、メールをいただきまして、はい、メールを読み上げたいと思います。あ、ぜひお願いします、はいはい、ですね、はい、お名前が、はい、郡山、いつも気持ちは読谷中という方が、はい、いただいておるんですけど、渡辺さんだ、はい、長次郎さんだ、うわ、うん、聞いてくれてんだ、はい、いやありがたいね。今日もカオルザボンの異国町、あ、福島の方ですか。福島県郡山、うん、そうなんですか。ありがたいね、渡辺、鍋さん、ありがとうありがとうありがとう。どうぞ。今日もカオルザボンの異国町が聞けて、はい、ハッピーでした、はいはい、ああそうですか、はい、そしてチャーミングな茜椿さんの動画が見れていいですね、はい、この今ツイキャスで、はい、流してるのね、はい、ありがとうございます。砂川さん、上がらないで番組進めてくださいね見透かされてるね、はい、最後まで見て聞いていますよと。ありがとうございます。鍋さん、ありがとうございます。ありがとうございます。もうね、沖縄大好きで、そうですね、読谷にね、もう6回7回来てるんですよ。
あ、そうなんですか。本当にやっぱり沖縄好きなんですよね。そうなんですよ。もう本当もう嬉しくてね、で、あのおかげで聞いてくれてるんですね、はい、私の番組大変ありがたい。そうなんですか。民謡も詳しいしね、あの歌謡曲にも造詣が深いんです、はい、三橋道也です。そうですよね。あ、もったいないぐらいに CD をね、はい、私に送ってくれた。あ、そうなんですか、はい、いやもうありがたい方です。そうですね、ありがとうございました。鍋さん、ありがとうございました。ありがとうございます。さて、そうすると今度はですね、山本康明さんの、はい、これは何？自叙伝？あ、はい、あ、面影ですね。面影ですね、はい、今は面影なんですよ。はい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 。辛い別れのあの場所は小さな駅の喫茶店、忘れられない面影を追って君のふるさと訪ねてみたが、旅する雲と風吹くばかり、一人寂しく帰る道、はい、お聞きいただきましょう。どうぞ。カオルのももう一回行くから、うん、いっぱいいっぱいだと思うから、はい、続けて、あ、わかりました。ちょっとトーンを落として、うん、その中であの、どうしても山本さんに話してもらいたいことがあるから、あ、はいはい、大分のイベントの件です、はい、山本さんね、はい、それ行きましょうね。神田さん、はい、カオルザボンは一番普通にボリュームやって、うん、2番目から話するから、はい、ちょっと落としてください、はい、あの曲紹介挟みますか、曲紹介挟みますか、あのすぐ出していいけど、うん、曲紹介する、あ、わかりました。最後に、はい、もう一回カオルザボンって、
さあ最後にカオルザボンの異国町もう一度お楽しみいただきたいと思います。どうぞ。はい、神田さん。はい、はい、お届けをしてまいりました歌謡ダイヤル797人に歌あり歴史あり、もうそろそろお別れの時間なんですが、山本さん、はい、大分県にイベントにお呼ばれが、あ、そうですね、大分県の中津耶馬渓という、はい、耶馬渓、はい、景勝地があるんですが、これ の、 観光協会さんの紅葉秋祭りで、ステージにお呼びいただいたんですけど、あらあらあら、それが先月の30日ですね、はいはい、沖縄に来る前日なんです。あ、なるほどなるほど。でもこれがですね、もう4年連続お呼び、はい、4年連続ですね、はい、うわ素晴らしい。いやいや素晴らしい。松原信枝さんのふるさとなんですね。はいはい、ね、そうですね、はいはい、で午前1時間午後に50分という歌謡ショー、はい、そして沖縄のエイサーが、はあはあ、もう午前も午後もですね、はい、もう大変皆さん方喜ばせてくれまして、はい、で私たちももう本当に楽しくて、なるほど、もう見入ってました、聞いてました。そうですか、はい、茜さんどうでしたか。いやーすごかったです。最後はカチャーシーの総踊りもあってました。あらあら、そうですね、もう私たちの歌謡ショー以外は沖縄尽くしのイベントで、ね、もう皆さんすっごく楽しんでらっしゃいました。そうですか、はい、こういう機会がね、まあ、だんだん増えていくと思いますが、はい、一昨日ですか、はい、読谷村の村長さんにお会いしましたね、はい、あ、はいはい、読谷村にもね、はい、さっきの長次郎さんも読谷が非常に恋しくて来てる方なんですが、ね、そうなんですね、はい、皆さんもねぜひ読谷からまた声がかかって、ね、読谷祭りにね、はい、もう来られるようになるといいと思いますね。そうだったら嬉しいですけどね、はい、お願いいたします。そして、今日のキャンペーンは、宜野湾市普天間のすずらんビル3階にあります青井隆二さんのお店、ここが7時からですね。そして中城村のナムヤというところですね、カラオケナムヤ、そこで8時からですね、今日は2回公演があります。どうぞラジオ機の皆さん、もし気が向きましたら、気が向かなくてもぜひ来てもらいたいと思います。すずらん通りの Y ビル3階青井さん、青井隆二さんのお店、そして、中城村のナムヤですね、金木さんのお店ですね。はい、収まりました。はい、もう一度言いますと、今日7時からは普天間のすずらん通り、すずらん通りの Y ビルの3階ですね、青井さんのお店、青井カラオケスタジオ青井ですね。それから8時からは中城村の金木さんの経営するナムヤ、カラオケナムヤで、茜椿さんの歌謡ショー、山本康明さんの歌謡ショーがあります。ぜひお足運んでみてください。ありがとうございました。ありがとうございました。今日も聞いてくださいました。ありがとうございました。山本さん、はい、茜さん、はい、本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします、はい、それじゃあ今日はこの辺でお別れです。また来週木曜日にお会いしたいと思います。ご機嫌よろしゅう、さよなら。